エリック・フレンツェルはドイツのカール・マルクス・イコール・シュタット県アンブ・フフホールツ出身のノルディック複合選手。2007年ノルディックスキージュニア世界選手権のスプリントで金メダル団体で銀メダルを獲得。2008年1月20日にマススタートでノルディック複合ワールドカップ初勝利。2009年ノルディックスキー世界選手権団体戦では銀メダルを獲得した。 2009から2010シーズン、開幕から3試合連続3位入賞するなど、好調で、2010年バンクーバーオリンピックの団体戦では、ヨハネス・ルゼック、ティノエ・デルマン、ピョルン・キルヒア以前と共に、銅メダルを獲得した。2013から2014シーズン、2014年、ソチオリンピックの個人ノーマルヒルでは、後半距離のラストで競り合った、渡辺明人を抜き、 金メダルを獲得した。2016から2017シーズン、世界選手権では、同じドイツ勢のルゼックの影に隠れ、一時期、総合主位のザモルゼックに譲っていたが、世界選手権後の個人戦4試合で、優勝3回、2位1回の好成績で逆転し、5シーズン連続の総合優勝を達成した。2017から2018シーズン、 2018年ピョンチャンオリンピックの個人ノーマルヒルでは2大会連続で渡辺明人と競り合いオリンピックに連覇を果たした。また個人ラージヒルでは3位となった。さらに団体戦でも金メダルを獲得した。ありがとうございます。